今ね宮崎市にいます。宮崎市の繁華街ですね、今走ってるところです。ちょうど今マリックスホテルってとこ泊まったんだけど、マリックスホテル周辺が、繁華街になっててね、繁華街は本当外れなんだけど、で今、ちょっと繁華街の中をちょっと今から行きます。3泊合計したんですけどね。この先一般道駐車禁止、人口が40万人、結構着実に人口伸ばしてで、平成の大合併の時に35万人になって、そこから、人口がさらに5万人ぐらい増えてますからね。で、今ちょうど繁華街の方に来てます。この付近一般道交番があります。そういうことですね。今いるのが俺中央通りですね。これ駅まっすぐ出るんでね。でこの辺りが結構いろんな店がある感じです。これが一応右側が歩行者天国なので、ちょっと入れない感じですね。でこれが中央通りです。
ちょっと駅の方行きます。でこの辺りはね、西田市と呼ばれてるところですね。立花西通りになって向こうで、西田市と呼ばれてる範囲ですね。なんでここはまあ駅前から伸びる道ですね。駅前通りで、まあ左右にこうお店が建ったりしますけど、で郵便局、宮崎の中央郵便局左ですね。あとこの辺は生命保険会社とか、保険会社とか、証券会社とか、警察署があります。支店とか支社とかあったりしますね。金融系で保険会社。あと左見ると結構タワーマンション、タワーまで行かないか、高層のマンション結構建ってますね。でちょうど駅がね、前に見てきました。高潮通りかね、どうしようね、この付近、一般道、交番があります。でちょっとそれがね、駅です。宮崎の空港が